では次、うん、軍人タイプをさらに分けてみましょうねと、うん、で軍人の方お待たせしました、うん、告白するなら、うん、A 敵を知る相手の行為を確かめてから、うん、B 先手必勝自分から、うん、C どちらとも言えない B ですね僕 B ですねはい、はい2付き合うときは A 自分に合わせてほしい B 相手に合わせたい C どちらとも言えない、うん、はい、はい、では3落ち込んでいるとき A そういう部分を相手には見せたくない、うん、B まず慰めてほしい、うん、C どちらとも言えない、うん、4デートは、うん、A 自分の好きなところに案内したい、うん、B リードしてほしい、うん、C どちらとも言えない、うん、5相手の欠点は、うん、A 自分で直してほしい、うん、B 私がカバーしてあげる、うん、C どちらとも言えない、うん、いかがでしたでしょうか、うん、A が1点、うん、B がマイナス1点、うん、C が0点です、うん、僕多分ねマイナス3点なんですよ、うん、いかがでしたでしょうか皆さん。で軍人タイプの点数が2点から5点だった人は軍人の王様より恋愛女王様、まあ恋愛の王様ですね、軍人タイプの中でも特に外交性が強く王様寄りのあなたは恋愛女王様、まあ恋愛の王様という種族ですと。王様タイプに近いので人心掌握がうまく、うん、常にグループの上に立ちぐいぐい みんなを引っ張っていきます、うん、物事を進める時も他人の仕事にまできちんと気を配り、うん、差配したりアドバイスしたり、うん、全体を運営することに不信しますと、うん、褒めたり叱ったり、うん、脅したりのタイミングがうまく、うんうん、ご褒美や返礼の品も活用し、うん、人を動かすことに長けています、うん、そんな恋愛の王様にとってはどれだけ多くの人を会社や社会のために使いこなせるかが自分のやりがいにつながっていくでしょうと。では引き続き軍人タイプのプラス1点からマイナス1点の人は恋愛クライマーと書いてあります。軍人タイプの中でも軍人のど真ん中のあなたは恋愛クライマーという種族ですと。最も軍人らしい負けず嫌いがこの種族の特徴です、うん、学校職場の先輩から、うん、先輩の憧れている男性またその男性の上司、その交友関係は前の人を踏み台にして上り上がるという、うんうん、要はその人を踏み台にして、うんうん、もっといい人もっといい人、うん、を求めるタイプということですね。踏み台にして上り上がるというまさに人生のクライマーですと、うん、一番の親友は一番のライバルということも多いでしょうと、うん、あらゆるジャンルで常にどちらか上か下かを意識していて、うん、少しでも上に行こうと努力していますと、うん、その分人間関係の序列には厳格で礼儀を重んじます、うん、交友関係も貸し借りといった側面に敏感で、うん、ちょっとした頼み事にも必ずお礼を忘れませんと、うん、社会的常識やバランス感覚も健全で勉強家、うん、どちらかというとそんな自分に対して融通が効かない、うん、不器用と劣等感を抱いているかもしれませんと、うん、書かれています、僕ちょっとこの辺で書かれていて分かるのは、うん、その貸し借りっていうの、うんうん、あ、はいはい、が分かるので、うん、そういうのは極力嫌なのでプレゼントが、うん、何て言うんでしょう、自分がいらないなんですね、うんうん、貸しを作る、そう貸しを作るっていう意識が強いのではい、はい、一切やめてくださいと思ってます、うん、はい、なのでお土産も家族が行くじゃないですか、うん、一切いりませんと、家族でも家族でも、うん、僕に買ってこなくていいよって思います、うん、
思ったりしません？しません。欲しいとかじゃなくて、相手の気持ち、まあどっちでもいい、それは僕が決めることじゃないぐらいの感じ。なるほど、はい、じゃあ、軍人タイプのマイナス2点からマイナス5点の人、うん、これ私なんですけど、うん、恋愛チャレンジャーですと、うん、軍人タイプの中でも内向性が強く、学者タイプ寄りのあなたは恋愛チャレンジャーという種族でしょうと、うん、軍人の中では比較的おとなしめの印象がありますと、うん、自分より圧倒的に優れた人や先輩たちが所属する組織に従おうという傾向が強く、うん、その中で認められるためにひたすら頑張ります、うん、認められたい対象が人間ではなく受験勉強や出世レース、うん、スポーツ大会といった場合も多いようです、うん、常に向上心にあふれ黙々と努力し続け、うん、結果を出すことが喜びになります、うん、ややマゾ的な傾向がある。これは性的な意味ではなく、うん、つい必要以上に頑張ってしまいがちなので、うん、気の置けない仲間との息抜きを絶やさないように自己管理に気をつけましょうと、